みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今回のテーマは直列回路と並列回路徹底比較はい、ということで電球を増やしたり電池を増やしたりつなぎ方を変えたらどうなるのかたくさん作って実際に実験をしてみましょう。それではレッツサイエンス。ではまずこのところが電池の情報です。そしてこっち側が豆電球の情報です。具体的にどういうことかやっていきます。まずはい、こっち電池が1個豆電球が1個なのではい、それぞれ1個ずつつながっていますね。で今度電池が2個になります。でそうすると並列と直列つなぎ方ありますよね。なのでそれぞれ並列直列、はい、このように電池をつないだものが2番と3番です。で電池は1個のままで豆電球が今度2個になります。でその時に豆電球が並列につながったのが4番、豆電球が直列につながったものが7番です。ここまでいいですか大丈夫かなでここからはニコニコになってくるわけです。やる？ニコニコ、はい、ニコニコですね。電池が2個、豆電球が2個で電池の方がこのように並列、豆電球も並列なのが5番で電池が直列、豆電球が並列なのが6番、電池が並列で豆電球が直列なのが8番、そして最後電池が直列そして豆電球も直列なのが9番というふうに、まあ、ちょっと一見複雑そうに見えるんですが一個一個見ていくとちゃんとつながっていることがわかります。ほいでもって光らせていくんですよじゃあまずは一番最初の一個一個の時どうなるのか光らせてみましょう。注目するのは豆電球の明るさです。まずじゃあちょっと基準としてこれつけてみましょう。でいきます。ふむふむ、一個ずつだと、まあ、これぐらいの明るさということですね。では2番、これは電池が並列どうかな、これどんな感じかな。じゃあ3番、おお明るいね。では分かりやすくするために暗くします。えい、はい、ということでこのように電池は直列に増えた時明るく光ります。並列につないでもこの1番と2番変わりませんよね、あんまりね。ということで直列明るい、はい、覚えておいてください。はい、では次この電池は1個のままで豆電球を並列直列につないだときどうなるのか明るさを見てみましょう。じゃあ4番、お、見える？はい、お、なんか1番と同じぐらいの光り方ですね。じゃあ次7番いきます。はい、ちょっとねカメラでは見えづらいと思うんですけれどもちょっとだけ光ってるんですね。まあ、ただ本当にもう見えるか見えないかぐらいの光なので1番と4番に比べると全然光っていません。ということは豆電球は直列につなぐとなんかこのようにひょぼーんってね光らなくなっちゃうんです。はい、じゃああとはどんどん光らせていきたいと思います。じゃあ5番からいきますか。これは豆電球も電池も並列です。並列&並列だとふむふむ、
まあ、これもこの1番とか4番とかと、まあ、同じ光り方ですね。じゃあ次6番いきます。電池が直列になったらどうなるのかということですね。豆電球は並列、わお眩しい。はい、ということでこれだと3番と同じぐらいちゃんとピカーンと光ってますね。じゃあ残りの8番と9番もつけていきたいと思います。8番は今度は豆電球は直列のままで、電池は今度2本に増えて並列になったよってことですね。おー、全然ちょっと電気ないですね。光ってはいるんですけど、あまりこの1番とかと比較すると全然光っていません。じゃあ同じく豆電球は直列なんですけれども、電池を直列にしたらどうなるのか。はい、ということで、まあ、これは1番と同じグラフですかね。おー、ということで、まあ、結構この明るさが、まあ、目に見えて違うということが確認できたかなと思います。ではなぜこうなったのかゆっくり考えていきましょう。まず乾電池を直列につなぐと、このように電池が増えた分だけそれに比例して明るく光ります。乾電池を並列につなぐと、この電流っていうのは反比例してるっていうことなんですね。でこれどういうことかというと、今こっち1流れてるとすると、こっち2分の1、2分の1流れて合わせて1流れてるっていうことになるんです。では今のが電池です。続いて豆電球いってみましょう。豆電球を並列につなぐと、このように豆電球1個の時と電流の量、まあ、つまりこの明るさというのは変わりません。ほい、そして続いて豆電球を直列につないだ時というのは、これもまた反比例するんですね。なのでこれが1だとすると、2分の1、2分の1の電流しか流れないので、このように暗くなってしまいました。ちなみに電池を直列につないだ時と並列につないだ時、豆電球がどれぐらいの時間光り続けるのかということを考えてみます。この場合直列だとあっという間に消費してしまいますが、並列ですと、まあ、さっき1個あたり2分の1、2分の1電流って言いましたけれども、こちらの方が長く持つんですね。なので、まあ、ちょっと明るさは直列の方が明るかったですけれども、長く持つかという点で考えると、並列で電池つないだ方が長く光り続けるということになります。ちなみに光の強さと光り続ける時間を図にするとこんな感じ。今日やった内容というのは小学校とか中学校の教科書には載っていないんですけれども、中学校の受験とかで出てくるようなちょっと頭を使う問題となっています。なので最初からわからなくても、何度も何度も何度も復習をすることで、あ、そういうことなんだというふうにわかるようになると思います。あとはですね、まあ、これ頭でこう考えるだけだとやっぱ難しいじゃないですか。でも実際に今日実験して、あ、こんなに明るさって変わるんだなっていうことを体感してもらえるような動画になったら、今日はやった甲斐があるなと思います。ということで、まあ、この
動画がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。皆さんのこれからのお勉強とかも応援しています。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。だから君がさ、君が一番頑張んないといけないんだよ。ねえ、わかってる